み食いはダメだよ。おお、ミワちゃん久しぶりやな。お久しぶりです、ミドウさん。ほんま、ミワちゃんが来るの待ちに待ってたんやで。
は聞いたで。なんや、祭りに行くんかいな。浴衣は持ってないわな。落ち込むな。話は聞いたて言うたやろ。俺が一肌脱ごうやないかい。どこだ。せや、みわちゃん。今日はもう上がってええで。そんかわし、ひなたに浴衣持ってきてくれへんかな。今日は店もそんなに忙しくないしな。大丈夫やね。入道さん、ありがとうございます。いやいや、なんのなんの。それじゃ、私お先に失礼しますね。材料は感謝しや。なんでそれを。独身術。準備完了やで。マジで泣くで。ミド、泣いちゃダメだよ。男の子なんじゃ。言うてもな。
なの？あら、何よ。いるじゃない。どう？いい感じでしょ？すでに取り込みたいね。その浴衣。さあ、あんたは何か言うことないのかしら。何よ、そんな言い草。せっかく祭りに誘おうと思ったのに。うん、そうよ。一人で行くのもつまらないしね。レイヤ、トバリも祭り行くねんな。してもらってないとかじゃないわよね。じゃあなんで日向は浴衣着てないのよ。ごめん、ちょっと昔の浴衣が見つからなくて遅れちゃった。久しぶりね。それよりも早く着替えてきたら。早くしないとお祭り終わっちゃうわよ。あ、そうだね、ひなたちゃん。うわ、浴衣持ってきたから一緒に着替えよ。主人失格よ。
人がいっぱいだな。お店もすごい並んでるね。なかなかいい感じのお祭りじゃない。ん、なんや。なんや、そんなことか。そらな、祭りって感じだね。こういうのは風情があっていいわね。人が多いのが少し不便だけど。あれ何？あれは？この三人が浴衣姿で歩いてたら、お釈迦様かて振り向くわ。ちょっと、何ぼーっとしてるのよ。早く行くわよ。まだ入り口なんでしょ。中に入ったら人がすごいよね。ほらほら、ご主人様、行こう。誰も俺を相手にしてくれ。泣いてもええよな、お父ちゃん。綿飴じゃないか。ひなた、いいところに目をつけたな。ほんと？おい、行ってきや。迷子にならないようにね。おいよ、一つ500円だよ。んじゃ、好きなのを選んでくれ。ちゃん、お目が高いね。
と、そいつはすまないね。あらよ、まいどり。こっちもつないだよ。